はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルービッシュです。では今回は低俗の下山図、続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、オートムレスピを攻略して、札幌を奇襲で奪われたので、その札幌の奪還、さらにミッドウェイに敵艦隊が来ているので、その敵艦隊の、迎撃ということをね、今行っています。でさらにですね、オートムレスピ攻略戦で傷ついた艦隊をトラックに集めていて、このトラックで今艦隊を修復中です。例えばヤマトであればあと5日間、総流であれば残り4日間という形ですね。さらに後続でやってくる第15、第16艦隊も直す必要があるので、1週間程度、おそらく、戦力をね、整えるのに必要になってくるかなと思いますので、まずはこのまま時間を進めていきたいと思います。あとですね、アドバイスいただいて、クレーの方に航空隊を新しく配備して今訓練させてます。この練度が上がってきたらね、前線の基地と入れ替えていきましょう。まあそういう意味で言うとですね、このラバウルに関しては、内地にいた航空隊と入れ替えまして、全部練度60に揃えました。さらに一式の立候をね、増やしてます。どうしてもガダルカナルまで距離があるので、足の長い一式立砲、九六式の立砲、まあ、いわゆる陸上タイプのものですね、これが欲しかったので、これらに変えてます。でさらに直縁になる、あるいは護衛機になる戦闘機、これもね、52型だと距離が短くてガダルカナルまで届かないかなというところだったんですが、21型に変えました。これでガダルカナル上空までね、届くかなと思います。ではこのまま時間を進めていきましょう。はい、これでミッドウェイに来ていたアメリカ軍の第7艦隊ですね、これを壊滅させました。これに先立ってミッドウェイの基地航空隊で戦艦1隻撃沈して、これで合計3隻全部撃沈してます。ミッドウェイの危機はまずは去りましたね。続いて札幌です。まあ札幌はね、絶対に取り返さなきゃいけないところなんですけど、なかなか今のところ苦戦してますからね。なんとか取り返していきましょう。いやでもここに札幌に4師団も送り込んでくるかな、アメリカ軍は。本気だな。4師団。まあこれを叩くのは少し骨がいりそうですね。本格的に艦隊を使っていかないといけなそうですね。はい、敵が仙台までやってきました。東京を取られるわけにはいかないので、ちょっと東京をどう守るかですね。札幌が奇襲で奪われたのがガンになりましたね。まあ、元はといえば厚東攻略を後回しにしたことによって、まあ、厚東経由で札幌に上陸されて札幌から仙台まで来られているという状況で、東京での決戦っていうのはちょっとありえないな。東京の方なんですが、陸戦隊は、3つ。海軍の陸戦隊が2、陸軍の師団が1なんですけど、これをですね、少し艦隊に乗せている、その陸戦隊を下ろしましょう。こういう状況になってくると、下ろさざるを得ないかなというところですかね。はい、なので東京から札幌に海路で向かう予定だった艦隊に乗っていた陸軍の第6師団、これを下ろしましょう。で東京で4師団 vs 4師団で戦ってもらう、ちょっとそういう状況に変えていきます。で札幌奪還のためにですね、今ミッドウェイの迎撃戦を終えた第2第11の艦隊、これ戦艦の艦隊ですね、これを一度東京に入れて、東京で補給した後札幌に向かわせようと思ってます。これが一つ目の作戦ですね。でもう一つの作戦が、今第12第13艦隊がラバウルの方面に向かってトラック置きを、進んでもらってますけども、
トラックの方の艦隊の修復が終わり次第ですね、いよいよガダルカナル島攻略、これを行っていきたいと思います。ここに投入するのが第1艦隊はヤマト、第5艦隊は総流で、10、15、16は巡洋艦駆逐艦の艦隊ですね。これに今ボードモレスビーに停学中の南雲さんの第4航空艦隊、昇格随格合わせてガダルカナル島攻略を行っていきます。軍需局の方から新型艦船が開発成功という情報上がってきてます。これ後で確認しましょう。まず一つ目が費用、正規空母費用、これどれくらい搭載量あるんだろう、あんまりごめんなさい費用は詳しくないだ。さらに弩級戦艦武蔵、これで札幌の街を焼き払いましょう。で駆逐艦ですね、武蔵が来れば札幌を焼き払うことも可能だ。であとは極地戦闘機ライデンですね。では予算報告を終えて大本営会議を行っていきましょう。ここは金をいかに取るかですからね。どうしても予算が欲しい。以前も説明してると思うんですけども、この中で自分の役割というのが軍令部総長になります。では早速始めていきましょう。外交に関する案件、これはねいつも通りすべての対外勢力に対して案を出していきます。まずね、中国の方は早々に妥結したい。アメリカとは事務局レベル、イギリスとも事務局レベル、オランダも同じですね、オーストラリアも同じです。ソ連とは援助協定、中国とは講和、タイとは事務レベル、ドイツとも事務レベルですね。オーストラリアはどうなんだろうね。ポートモレスビー取ったことによって講和条約乗ってきてくんないかな。これでいきましょう。さあでは進めていきます。このくだらない会議システムですが、これを制さないとゲームは厳しいですからね。ではどうしようかな、まあ、説得から入ろう。まずは外務大臣、大蔵大臣、このあたりの説得に入ります。外交交渉ですが、軍令部総長、つまり自分の提案で通しましたね。ご覧のようにオーストラリア、中国とは講和条約、ソ連とは援助協定、残りは事務会談ですね。で作戦目標です。総理大臣は札幌の占領、コロンボ、パナマの海軍による占領と破壊です。参謀総長は札幌の占領、コロンボ、ポートダービン、それぞれ海軍と陸軍による占領。大倉は何、札幌、仙台は捨ててもいいという判断なんですかね。作戦に入ってきてませんけど。同じく外務大臣もだな。ニューヨークの破壊っていうね、ちょっと突飛な内容を出してきてますね、外務大臣は。さて自分ですが、まず札幌の占領、これは陸軍海軍総出で行う必要があるかなと思います。占領で、あとはガダルカナル、ここは海軍による占領。それとそうだな、まあ陸軍に期待するところとしてはデリーの占領かな、これを陸軍に期待します。札幌の奪還占領、これはもうマストだと思ってるので絶対に通しましょう。少なくとも大倉、外務、両大臣の意見には絶対に賛同できないですね。では決を取ります。参謀総長の案に賛成は1人、軍連部総長が1人、2人か。で
総理大臣何人2人なので決選投票ですね。よし、決まった。これで作戦目標は札幌の占領、これを陸軍海軍共同 でデリーは陸軍が、ガダルカナルは海軍がそれぞれ占領という作戦ですね。ここまでむちゃくちゃいい感じできてるな。感じの予算配分ですね。ここを通さないと話にならないですからね。まあ1万5000は欲しいかな、陸軍の予算としては。うん、海軍の予算としては繰越金が1500か。外交費なんてカスでいいから1000でいいでしょ。基地維持費も1000で、技術開発費に2万使ってこれでいきます。ここのためにカードを貯めてきましたからね。何としても通しましょう。どうしても取るためにはここで全てのカードを使ってでも自分の予算案を通しましょう。全然回ってこないうちに時間ばっかりかかってる。使えるカードがない。ここは外務大臣が海軍費1万か。もうちょっと欲しいな。できればカードが使えるパターンできて欲しいな。フリじゃなくて。来た。裏取引。大倉。外務。大倉外務の二人を取り込みましたね。これでこのまま時間を使えば勝てる。余計なことすんなよ、大倉大臣。これでまた221の状態になりましたね。あ、外務大臣も自分で意見を出し始めた。これでばらけたな。というか、このまま行くと持っていかれるぞ。厳しいなぁ、これは。ただ二人賛成者が出たということは、これで決まりは決まりだな。よし。海軍費1万5000、技術費2万を取ってきました。これで戦いそうですね。上技術に、ま、3000。艦船技術に3000。航空技術に8000。兵器技術に3000。航空技術に3000でいきましょう。よし。お金がちゃんと使えたのでよかったですね。では、物資ですね。ここも予算。同様、重要ですからね。取っていきます。はい。物資の配分案も自分の案通しましたね。今回はほぼ完璧に来てるな、ここまで。そして徴兵だ。海軍6、陸軍5。海軍6、陸軍7。大倉が21。外務が43。まあ、ここは、無難に。そうだな、どうしても数は欲しいので。6ぐらいでいきますか ?21 とか、それくらいの数だとちょっと厳しいですからね。せめて、6は欲しい。はい。では兵員配分です。総理大臣に持ってかれましたが、まあ、海軍6、陸軍6っていう軍令部総長、つまり自分の意見に関して言うと海軍6は通ってるので、まあ御の字ですね。結果オーライ。
では続いて、兵器の製造確認しておきましょう。まずは航空機だ。これの数増やさなきゃいけないからね。21型を復活させて96式の艦船を消す。冷戦21型はね、もう数が喉から手が出るほど欲しい長距離の戦闘機なんで。60でしょ？52型も、まあ、60ぐらい。救急の艦爆はいらないね。水星を60。もう一回後でね、生存調整をします。天山も60。で、一式の立候が全然数が足りないので、一式の立候100。で、偵察機随音を、ま、30ぐらいかな。これで数が足りないものをちょっと増やしていきましょう。まあ、冷戦の52型、これを80、いや、100ぐらいまで一気に増やそう。それと、距離のアルテンザン、これも100まで増やします。これでどうだろう。で、残りは、ちょっと待って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 。作りたかったのになぁ、船。戻れないパターンだな。戻れないですね。やらかしたなぁ、セーブもしてないし。これは、次の、新しい、船を、作ることなく、ターンを送ってしまいましたね。やらかしたなぁ。ただセーブしてないのでこのまま進めます。まあ航空機をね、予算の半分ぐらい使って作ったので、まあ最低限の補充ができたということで、乗り切りましょう。まあ確かに空母を失っていたいところはありますけど、まだまだ戦える戦力残ってるので、ちょっと自分に言い訳をして進めていきましょう。で、戦列に加わったみたいなことを言っていた武蔵はどうなっている？この後、ちょっと見ておきましょうか。武蔵がどこにいるのか。というところでですね、じゃあ今回は時間長くなりましたので、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。